照り焼きとご飯ベーコンレタス、ご飯チキンフィレ、全部頼もう。パネルが変わった、変わったパネルが。うまっ、乗っけ。お疲れ。今日どうすん？今日はです、まあ、撮ってんのこれ。今日はマックです。なんでマックに来たかというと、あの2月2日から発売しているご飯バーガーをちょっと食べてみたいなと思って今日はやってきました。3種類あるっぽい。そう、全部食べて5時からないよね。あと5分。お照り焼きとご飯ベーコンレタスとご飯チキンフィレ、全部頼もう。全部いこう。さっきまで違ったもんな。いきなりご飯テリヤキ。はい、待ってきました。ということで買ってきました。ご飯バーガーです。これがチキンフィレオで、これが照り焼きだ。これがベーコンレタス。とりあえず3つとも全部開けてみようかなと思います。じゃあまずはチキンフィレオ。次に照り焼き。どうでしょうか。そもそもなんでご飯なんですか。まあでもやっぱパンじゃなくてご飯が好きっていうと思うし、ご飯も食べたいな、マックも食べたいけどみたいな時もあるじゃん。じゃあ米食べたいなみたいな、そういう人用に多分作ったんじゃないでしょうか。一番気になっとったのは照り焼き。照り焼きって普通のハンバーガーでも美味しいし、ご飯になったらどうなのかなってあるけど、まあ、ちょっと最後に残しとこうかな。ご飯に一番合いそうなの唐揚げとかチキンとか、チキンフィレオのやつから食べようかなと思います。結構このご飯に対してのこの出とる、あのチキンが大きくて、なんか焼きおにぎりみたいな感じだから。いただきます。うまっ、めっちゃおいしい。これはいけてますね。ご飯と焼きおにぎりなのかな。めっちゃ合う。普通に唐揚げ丼みたいな、こうチキンとご飯一緒に食べた感じ、めっちゃ合います。これめっちゃ美味しい。中身は普通のマックのチキンフィレオと多分同じだと思います。次はこのベーコンレタスバーガー。私あのマックの中でチーズバーガーが一番好きで、これチーズが入ってる、ベーコンも入ってるけど、でこれあのいつもマックで定番のこの肉ですね。なんかチーズとご飯の味が私的にはあんまり、なんかあんまりこれはマッチ感が私の中では。じゃあ一番気になってたこれはね、食べにくいよね。照り焼きって基本的に食べにくいよね。照り焼きうん、
めっちゃチーズの味だけど、ご飯の味がせん。照り焼きの味が強すぎて、ご飯の味が無ですね。普通にハンバーガーのパンとして食べる方が、これはなんか美味しいかもっていう感じが。私の中ではこれがダントツ、このチキンフィレオがダントツ美味しい。袋から取り出したら非常に食べづらい。箸つけてほしい。なんかフォークとかナイフが欲しいって思ってしまう。これは具の大きさが結構飛びで取って、最初の一口とか平均的にかぶりつけないっていうのがあるから、だんだんこう形が崩れてきて、すごい綺麗に食べるのは難しいかなと。アメリカというかオーストラリアというか、なんかそっちの食べ物の感じが強かったです。あのベーコンレタス、チキンフィレオバーガーはまあ日本人向けって感じで、照り焼きは食べづらいけど、ご飯の味せんけどな。でもどうなんだろう、やっぱパンでしょ。ハンバーガーって言ったらやっぱりパンだよね。安定のビッグマックでしょ。あれな、なんとかの乗せ、前乗せ、そう、すごいちゃんと2枚ずつ入ってる。ポロポロ。いただきます。見てこれ、ビッグマック食べるの大変なんだよね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。